皆様ご来場ありがとうございます、最後のステージとなりました。今歌わせていただきましたのは日本民謡、宮城県の民謡の、サイタラ節でございます。もう本当に男性合唱をやってる人だといろんなところでこの曲は歌われる曲でございます。ここでですね、男性合唱のちょっとパート紹介をさせていただきたいなと思います。次に歌う、見上げてごらんの最初のフレーズをちょっと歌ってみたいと思いますので皆さんお聞きくださいませ。まずトップテノールを手を挙げていただけますか。はい、この5人です。音ください。どうぞ。見上げてごらん夜の星を。ありがとうございます。次セカンドテノール手を挙げていただけますか。はい、ちょっとメロディーじゃありませんけれども、よくお聴きください。こんな節です。もう一度音ください。どうぞ。見上げてごらん夜の星を。ありがとうございます。続いて、バリトンというパートがあります。混声合唱ですとドミソドというふうにもう少し開いてるんですけど、男性合唱の場合は和声でいうと、近寄ってる、機密だったかな、とにかく近いところで音を鳴ってますのでよくハモります。でバリトンというパートはその、非常に重要なところでございます。バリトンの音ください。もう一度そうバリトンください。そうどうぞ。見上げてごらん夜の。最後にバス、これは混声合唱でもあるんですが、まあ、特に男性合唱も同じようなパートでございます。ベースをください。そうどうぞ。見上げてごらん夜の星を。こんな音です。さてこれで4パート揃いましたので、見上げてごらんを歌いたいと思います。お聴きください。
もう一度音ください。ありがとうございます。男性合唱のハーモニーが本当に美しく表現できる編曲だと思います。実はですが、この次にいざ立て戦人よという曲を用意してたんですが、このウクライナの状況、いろいろ日々報道されておりますけど、私の生まれる11年前までは日本も戦争しておりまして、戦争反対って言ったら非国民って言って捕まった時代だったんですよね。でまさか私が生きてるうちにこんなことが現実になるとは本当に夢にも思ってなくて、心が痛んでおります。なのでいざ立て戦人はやめます。代わりの曲を用意いたしました。坂本九が歌ってた、涙くんさよなら、爽やかにいきたいと思います。お聴きください。涙くんさよなら、さよなら涙くん、また会う日まで君は僕の友達だ。この世は悲しいことだらけ、君なしではとても生きていけそうもない。だけど僕は取り戻した、素晴らしい恋なんだ。だからしばらくは君と会わずに暮らせるだろう。涙くんさよなら、
ありがとうございます。大変爽やかな一曲ですよね。いざ立てよりもこっちが今日は似合うかなと思いました。あと2曲となります。日本語の曲がずっと続きましたので、私たちは男性合唱本当に大好きでやっておりますので、男性合唱をもっともっと広めたいなと思ってます。どうぞ学生の方おられましたらですね、私たちと一緒に歌ってほしいなと、というか現役の5人とというふうに思っております。最後の2曲、日ミラ合唱団が楽しく歌ってたシンガロンという曲を歌います。その後は、ライドンチャリオット、これも本当に大学の合唱団がよく、ストームって言いまして、今はなかなかできないんですけれども、演奏会が終わった後ロビーで楽しく歌う、そんな曲です。2曲続けてお聴きください。Oh yes, I'm ready for the challenge.
はい、ありがとうございました。それではここで現役4回戦の開幕に学科を指揮していただきます。どうぞお聞きください。本日は我々京都産業大学グリークラブの定期演奏会にお越しいただきありがとうございました。短い時間でしたがお楽しみいただけたなら幸いです。この演奏会を開くまでさまざまな困難がありました。一昨年はコロナの影響で満足な練習ができず、気づけば前の演奏会から丸2年以上も経っていました。先輩たちも全員引退してしまい、残されたのは自分たち4人と新しく入ってくれたメンバー合わせて合計5人、先輩1回生の間先輩に何もかもやってもらってばかりだった合唱素人の自分たちに本当に演奏会が開催できるのかと不安になったり、何をしたらいいのか分からず焦ったりと、今回このような形でホールにお客さんを迎え演奏会を開くことができたのは、サポートしてくださった OB の皆様、そして学校関係者の皆様の力があってこそだと感じました。特に西谷先生と岡本先生には毎週足しげく学校に来ていただきご指導いただきました。お二人が我々に期待し気持ちを真摯に受け入れてくださったことで少しずつ自分たちの歌に自信を持てるようになったと思います。そんなお二方に今回の発表で少しでも感謝の気持ちを伝えることができていたら嬉しいと感じます。またグリークラブに興味を持って今日来てくださったお客さんもいらっしゃると思います。そんな皆さんに少しでも男性合唱の魅力を伝えることができていたら幸いです。そして来年この場で一緒に歌える仲間となってもらえたらこれ以上嬉しいことはありません。私たちも OB の方たちも新しい仲間を心待ちにしています。ぜひ一度練習や体験会にお越しください。未だコロナが収まらず、これから先どうなるかも分かりませんが、大学生活で何かに打ち込むことは非常にいい経験になると思います。
以上、短い時間でしたが最後まで我々の演奏をお聴きくださって本当にありがとうございました。これで終わりとなります。本日は誠にありがとうございました。